まれ、京都育ち、今も京都に住んでます。組み着物リクリエイターの久美子と申します。どうもよろしくお願いいたします。いや、もうなんかね、ほんまに3月入って突然春が来たような感じでございます。ね、まあ、あとはそのワールドベースボールクラシックがね、始まりました。そう、ちょうどね、昨日はね、まあ、練習試合みたいな感じで一応阪神とのね、試合があったんですけど、皆さん見張りましたか？すごいですね、やっぱり大谷選手って。ね、まあ、ほんまに今週がね、一応本番ということで、私もすごく楽しみにしております。でですね、今日はちょっとまたね、清次郎の受注の帯ということで、そうです、柄の見本をね、今からご紹介させていただこうと思います。それでは、スタート！はい、ということで、そのね、柄のご紹介でございますが、こちらでございます。はい、一応これも名古屋帯の見本でございます。これがね、一応お太鼓の感じなんですが、そうです、もう清次郎といえばっていうね、こう定番のね、はい、四十柄の鳥さんが手書きで書いてあります。でね、ちょっとこういう風景が書いてあるっていう風な、はい、一応見本の柄でございます。で、一応これがね、お太鼓でございますね。で、生地はいつもよく最近小手の帯の方でお話しさせていただいております。砂棒っていう生地をね、使わさせてもらっております。でね、ちょっとまあ前の柄は実際に、そうです、またね、ちょっと軽く締めたような感じでご説明させていただいた方が分かりやすいかなと思うので、ちょっとまたね、今から着付けの方をさせてもらおうと思います。はい、でですね、まずちょっと小物をつける前の状態で、はい、一応この中のね、前の柄をご覧いただこうと思います。まあ、こういう感じで、そうですね、お太鼓と関連したような四十からの鳥さんと、ちょっとこう流水とね、多分これも富士山のイメージだと思うんですが、はい、一応こういう形で柄がね、すべて手書きで描かれております。まあね、そう、鳥さんのね、表情もすごく可愛い感じかなと思いますね。色もね、ほんまに抑えた感じで、はい、年齢問わずすごく使いやすいかと思います。じゃあこれでね、ちょっと小物を合わせていこうと思います。はい、ということで、ちょっとね、小物を合わせた感じがこういう感じでございます。ちょうどね、そう、帯締めを境にして、まあ、上下に小鳥さんが見えるっていう風な感じですね。なので、実際にもそうなんですけども、そう、帯締めでね、その鳥さんが隠れるっていうことはないと思います。で、まあ、ちょっとこれね、いつも言うてますけども、見本の生地なので、ちょっとね、幅はだいぶ広めにはなっております。実際はね、もうちょっと1センチ弱ぐらいはね、ちょっと幅はね、狭くなるかなと思います。はい。で、続きましては、お太鼓がこういう感じでございますね。まあね、これもそう、お太鼓のね、中心を、どこに持ってくるかでも、ちょっとね、雰囲気は変わるかなと思うんですが、今回はお太鼓がね、結構真ん中の辺にこう鳥さんを持ってくるっていう風な感じにさせていただきました。まあ、ほんまにね、もう白地の帯でこういう墨調子のって、やっぱり扱いやすいというか、合わせやすいですよね。結構どんなね、色の着物にも本当に合わせやすいかと思います。で、まあ実際今日はそう、紬のね、お一重の着物に合わせてみました。そう、こういう感じでね、ちょっとこうグレーのね、すっきりとした紬とかに合わせてもらっても、すごくね、着やすい感じでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日はね、そうこちらの清次郎バージョンの四十からのね、そうちょっとこう風景の感じの名古屋帯の受注帯のね、ご紹介でございました。ありがとうございます。まあね、まあ、こういう本当に最近よく白地のね、帯でご紹介させていただいてますけども、まあ、やっぱりね、そう好きな方にとってはやっぱり飽きが来ずにどんな着物でもすごく合わせやすいっていうところがあると思います。でもあとはね、やっぱりこの生地ですよね。このうちがほんまによく定番で使わせてもらってるこちらのね、そう砂子っていう素材はもう本当に滑りにくいし、締まりもいいし、で、素材的にはそう夏以外ですね、7月8月以外だったら合わせの時期、一重の時期っていう形で、まあ長くねお使いいただけますので、まあ本当にね、こういうのは1本あったらすごく使いやすいんじゃないかなと思います。でもお値段なんですが、こちらの方ですね、一応名古屋帯でお仕立て上がりの69,800円でございます。でね、まあ、その気になる方はね、またぜひともね、概要欄の方に貼っておりますショップページの方をね、そうそちらの方またぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。あとですね、そう最後に、まあ、ちょっとで告知なんですけども、ちょっとね冒頭でもお話しました、まあ、今月ねそうワールドベースボールクラシックが始まるということで、それでですね、まあ、ちょっと今週からね実際試合がねその始まった後なんですが、もしですねそう日本代表がそう決勝ラウンドまで行った時の話なんですけども、その時にはねちょっとねぜひ皆さんに私の方からちょっとね超お得なまたね告知ご報告お知らせっていうのをさせていただこうと思います。まあねそうなんですよ、皆さんねそう嬉しいご報告っていうのはちょっとねまたどういうものにしようかなっていうのを考えてるんですけどね、まあ、ただ単にこれは私が野球好きっていうことがあっての、そうなんですよ、ちょっと企画を考えさせてもらってます。なのでまあねちょっとこれからねまたその試合が始まっていって、そうですまたね決勝ラウンドが始まるちょっと直前ぐらいにねその辺の、詳しいお話っていうのはまたね具体的にこちらの方のまた YouTube でも告知をさせていただこうと思いますということなのでね、ぜひまた皆さんぜひこちらの方のねまた YouTube の方ご覧ください。よろしくお願いいたします。ということでね、本日のまたこのね名古屋日の方がいいねと思った方、いいねボタン、そうまたコメントなんかもお待ちしております。あとそう LINE の方でもね、ご質問とかでもいいので概要欄にも貼っております LINE 公式アカウントの方から友達追加の方していただいて、ぜひとも登録の方よろしくお願いいたします。あとはねそうチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。じゃあねー。